こんにちは、りょうです。今私は岡山県総社市にあるのんき坊さんに来ています。こちらにはなんと爆発ラーメンという激辛ラーメンがあるみたいなので、今日はそちらにチャレンジしていきたいと思います。やるぞ。お願いします。この爆発ラーメン、はい、爆発ラーメン一つです。はい、お願いします。爆発、はい、ありがとうございます。来ました。うわ、赤いですね、これ。野菜たっぷりだから野菜のうまみにめっちゃ辛いです。
さて、喉が弱くなったのか、辛いもの、熱いもの、進めなくなった。ボリュームたっぷりで野菜がたくさん入った。野菜の旨みがかなりある。野菜、海鮮、お肉、盛りつつ。今日私は岡山県総社市にあるのんき坊さんの爆発ラーメンを食べてきました。辛さ的にはまだ優しい感じはしたんですけど、ただやっぱ油断すると危険系、喉にもピリッとくる感じがあるので、いけるなと思ってすすってると、私も何度か食べてるうちあったんですけど、むせちゃうので、結構油断すると危険です。本当に具材がたっぷりで、野菜とかエビとかイカとか、海鮮も入っていたし、ボリュームたっぷりで、もう満腹ですね。私かなりお腹いっぱいになって、本当に美味しかったので、私的には本当にいい感じの辛さだったので、とても美味しくいただきました。激辛の初心者向けぐらいの辛さだと思うので、ちょっとチャレンジしてみたいなと思う方は、ぜひのんき坊さんの爆発ラーメンを来てみてください。ということで、今日のバルス 1.5 バルス、この黄色い看板とこのクマさんが目印ののんき坊さん、持ち帰りもできるメニューがあるみたいなので、ぜひ気になる方は足を運んでみてください。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだやるぞ。のんき坊さん店内もめちゃくちゃいい匂いが漂ってたんですけど、お店の横を歩いただけでめっちゃいい匂いしますね。なんかチャーハンとかの匂い、空腹時には耐えれなくなっちゃうぐらい匂いします。今日めっちゃ天気いいですね。今年からこのパズーム衣装になったんですけど、あんまりこのコスプレというかパズーを皆さん知らないのか、全然誰にも
触れられなくて逆に気まずいっていう、逆に誰にも触れなさすぎ、触れられなさすぎて気まずい。もしパズ私を見かけた方はぜひ声かけてください。お願いします。